おいおやぶん、リーゆえで楽しく騒ぐのもおしまいだ。一緒に帰るぞ。シノブ、ちょいと待て。聞いてくれ。聞かない。もうお金はない。今回あまりにもリーゆえに長居してしまった。帰りの船の切符を考えると、荒滝派の残り資金は二桁のもらしかない。大会なんてできるわけがないだろう。遠志先輩が手続きを進めてくれてはいるが、まさか先輩に出させるつもりじゃないだろうな。収拾がつかなくなる前にさっさとやめろ。こいつ、今回は状況がちげえんだよ。いつもならお前の意見を聞いてやってもいいが、荒滝派の虫相撲最強王者二人があの野郎に負けたんだぞ。ほら見ろ、演舞台まで準備できたんだ。今逃げちまったら全虫相撲界の笑いのネタにされちまうじゃねえか。あんたらが虫相撲で負けたのは1回や2回じゃないだろう。私が適当にやっても親分に勝ったことがあるんだから、ベビービシャップ岩に負けたのなんて気にする必要はない。忍ぶ、てめえ、それはもう昔の話だ。今の俺様はな、とっくに全ての虫相撲選手を凌駕してんだよ。あいつを倒すってのはほらじゃねえ。信じねえっつうなら戦え、証明してやる。いいだろう、やはり私が親分をどうにかしないと。花門玉将、私と親分に虫を一匹ずつよこせ。その後親分のやり方で任して、うんともすんとも言えなくさせてやる。私が勝ったらあんたらはおとなしく私と帰るんだ。これ以上遠志先輩に迷惑をかけるわけにはいかない。忍の姉子、キヨ、俺本当にやんのか、この気迫。まさか忍がこんなにマジになるとはな。じゃあ空をかける白鉄ちびすけ、お前が忍の前に立て。私とパイモンが虫相撲？ふふん、これにはちっとも驚かないぞ。牛使い野郎の次のセリフは、器用に挑むにはまずは空をかける白鉄ちびすけを倒せだな。そうさ、空をかける白鉄ちびすけは俺ら荒滝や虫相撲の主力だが、俺様に比べるとまだまだだ。忍にはこのちびすけを倒し実力を。でもオイラはやめとくぞ。